なので論旨としてはそんな間違ったことをね、テレビはオワコン、すなわち終わったコンテンツと言われて久しいのですが、未だにねテレビの影響力は絶大だよなんてねおっしゃるのが、深夜の1時50分にもしもしとお電話してきた。もしもし、ジャクさんですか？はい、そうですが。あ、フリアと申します。ごめんなさいね、こんな時間電話して。そうですね、はい。今から行っていいなんてと、かつてのトレンディードラマの面倒なキャラクターのようなことをおっしゃっていたのが、大文筆家の古谷恒平先生様。さすがに深夜1時50分とかはありえんティーなので、朝にねしましょうねということで、その日の朝の8時に約束をしました。そして私、この朝の8時にしっかりと待っていると、そこの前、そこ今古谷さんが歩いてるところって一方通行？一通ではない、一通ではない。まさかの迷子。そんなぐるぐるユニークな古谷恒平大先生が、フォロワーさんからの質問にこんな答えをしておりました。テレビなんてみんな見ていない、今はネットの時代だなんてことを散々言っても、いまだテレビは不動のナンバーワンマスメディアだということです。図らずもそれが立証されている。そうして堤防の決壊のようにテレビ現場で知性の底が抜けていく。今日本人の知性が試されています。本当に瀬戸際です。フォロワーさんの質問というのは、今の嫌韓というものはテレビメディアが煽っているんではないか、まあ、ざっくりというとこのような質問でした。この質問の元になったのも古谷恒平大先生のツイート。イゲシコクバル秀夫、原告人は法律に従順な日本人と違って、自分が正義だと思ったら法律を破って良いと思っている。傷害で逮捕起訴されて前科一犯なのに何言ってんだこの人という感じ。との古谷恒平大先生のツイートに、喧嘩ってね伝わるんですかなんていう質問があり、先ほどのツイートとなります。このそのまんま東さん、あ、違った、東国原秀夫さんの発言というのは、令和元年8月29日のTBS 系午後スマでのものと思われます。いささか言い方は乱暴と思えたとしても、法律より上位にある国際条約をまるっと無視しているのが今の南国。なので論旨としてはそんな間違ったことをね、そのまんま東さんおっしゃってるとは私には思えません。また罪は犯したとはいえ、償えば消えるというのが法治国家における建前論でございます。加害者と被害者は千年経っても変わらないという、どこかの国とは違うんです。一方、古谷恒平先生、現在はタレント事務所に所属し、テレビを活躍の舞台とされております。そこからテレビの影響力というものを高く評価されているのかもしれません。そして私もテレビの影響力というのは未だにゼロになったとは思っておりませんが、不動のナンバーワンというのは私はさすがに言い過ぎだと思います。さっきの参議院議員選挙においても、ネットは選挙を動かしておりますし、日本人の18歳の女の子ちゃんが南国においてひんどいことされちゃった件、これも SNS で拡散していなければ、もしかして、もしかするとあのジャーナリストの青木治さんがニュースにもならないニュースでみたいなことをおっしゃったように、あんなひどい事件がテレビメディアは報道しない自由したかもしれず、そうするとこの事件はいつの間にかもみ消されていたのかもしれないんです。すなわちテレビは無力だとは言いません。こうした0か1かのどちらかしかないという短絡的な発想は実に分かりやすいのですが、本当の現実を捉えくることができず、それこそ知性が試されるというものです。まあ、もっとも現実を見れば、河野太郎大臣や世耕弘成経産大臣のように大臣を自ら直接発信することによって、マスコミの情報よりネットを通じて最新情報を我々は入手することができるようになっています。そしてツイッターだけではなく、メルマガ、ブログ、ネット番組などでそれぞれの専門家、有識者、本当に取材しているジャーナリストの方たちが様々に発信しているので、ネットを少量していればあらかたの情報は手に入ります。海外の情報も同じくで、アメリカのドナルド・トランプ大統領のツイートなんかを見ていれば、キム・ジョンウンさん、ハンモンタンだ、僕と握手だと、ハンモンテンで行われた米朝首脳会談など、ドナルド・トランプアメリカ大統領のツイッターが
拡散された後に地上波テレビが報じておりましたとか言いつつ、そんな私でも未だにテレビを見ております。その理由は答え合わせなんです。直近では月刊花田の最新号2019年10月号にて、ジャーナリストの古瀬光晴さんこと元共産党の篠原丈一郎さんの超ド級スクープ、ムンジェイン大統領は米国のオス工作員だったという疑惑が、2014年6月15日、キム・デジュン、キム・ジョンイルによる南北首脳会談から14周年を記念して、南国の地下党員が北の最高指導者と朝鮮労働党に向けて祝意と忠誠を誓った誓詞文が南国方面から流出し、その誓詞文にはムン・ジェイン大統らしき人物の署名があったとのこと。続報が待たれるところではありますが、南国の大統領、つまりトップオブトップが米国の工作員だったとしたら、大スキャンダルというか、南国が崩壊しかねないほどの大事件なのに。ところがこの篠原丈一郎さんのドドンと大スクープをマスコミの皆さん、とりわけテレビメディアは報道しない自由。日本のマスコミ、とりわけテレビメディアというのは自分たちに都合の悪い情報を伝えません。そのことはあの盛りかけ報道で白日のもとにさらされております。海外のことだから関係ないんだよなんてね、言い訳は通用しません。何より南国では先日最高裁で高裁に差し戻しされ、罪が軽くなるのかなと思ったら、なんかね、もっと罪が重くなりそうな、パク・クネ前大統領側の必要なスキャンダルについてネチネチ報道していたのが日本のテレビ、ニュース、ワイドショーです。はたさて、このように南国に限定しても大統領に浮上した疑惑について追及してきた、面白おかしく取り上げてきたのが日本のテレビメディア、ニュース、ワイドショーです。ところがなぜかムン・ジェイン大統領は米国のオス工作員という疑惑については伝えておりません。これが明らかになって困るのは、もちろんムン・ジェイン大統領もそうなんですが、そのムン・ジェイン大統領が忠誠を誓っているあくまで状況証拠ながら、こちらの国に都合の悪い情報を日本のテレビメディアは積極的に報じません。こちらの篠原丈一郎さんの超ド級スクープによりますと、あちらの工作員というのは社会のあらゆるところに潜り込んでいるようです。そしてその目的は、今日本のネット界隈でも確実に流行語となりつつあるチュッチェ思想、これをあまねく全ての社会に響かせることです。そしてそのために活動するのがチュチェの戦、別名チュサッパ。とりわけテレビの制作現場にはいわゆる活動家が潜り込んでいることが NHK の事例からも確認されております。そこから米国にとって何かと都合の悪い情報は報道しない自由となっているのかもしれません。一方でこれは高知の事実ながら、時の経過とともに風化しつつあるのが、かつてテレビメディアでは米国のことを北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国と呼んでおりました。米国による拉致が明らかになってから北朝鮮とだけ呼べるようになったんですが、それ以前北朝鮮とだけ呼ぼうものなら、あらゆるところから攻撃の、抗議のファックスや抗議の電話が鳴り響き、またテレビ局にさまざまな団体がどこどこどこと押しかけたようです。まあ、私が聞いた一つの理由は、北という部分地域ではなく、我らこそが朝鮮なのだということだったようです。そんなことを言い出したらね、アメリカだっていちいちアメリカ合衆国って言わなければなりませんし、あのイギリスなんかグレートブリテンおよび北アイルランド連合王国と呼ばなければならず、アホかって話なのですが、当時は本当に北朝鮮、朝鮮民主主義人民共和国と呼んでいたのです。いずれにせよ、報道しない自由という沈黙が雄弁に何かを語っているようでございます。そしてこうした答え合わせにテレビはとても便利なんです。例えば毎日新聞の鈴木拓馬さん、この方も実に南国にお優しいのですが、令和元年8月29日の TBSK 午後スマにて、
スキャンダルが続出しているムンジェイン大統領の側近オブ側近、チョ・グックさんが玉ねぎ男と呼ばれていることについて、玉ねぎ男ってもっちゃりしたイメージじゃないですか。違いますよ。玉ねぎは韓国語でヤンパと言います。西洋のネギですね。チョ・グック氏はサハですね。サハをチャッパと言います。これをかけてるんです。どっちでもいいよ。これもトリビアとか豆知識を披露しているとかいうものではなく、とても感情的に説明されていたので、毎日新聞の鈴木拓馬さんはチョ・グックさんの何かを守りたいのではないでしょうか。同じ日のやはり TBS の披露日、ジーソミアの破棄についてアメリカが激おこぷんぷん丸。そこから南国首相や高官のわけわかめな話について一通りケラ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 と笑った後、タレントの深川亮さんが南国を甘やかしすぎたんではないですかと質問をすると、元韓国大使である武藤正俊さんは深川さんの質問に分け入るように、我々甘やかすつもりでは一切やっていません。やっぱり韓国が重要な国で、韓国との外交関係を円滑に進めることが日本外交にとって喫緊の課題という意識でやっていました。でも結果としてね、韓国が今まで日本に甘えてきたことはこれまた事実なんでしょうね。ここでやっぱりまたここで韓国に譲ると、これが未来永劫こういう関係が続くんじゃないかと危険が危惧があって、そういう意味では我々日本政府もあえて厳しい態度を取っているというのが現状なんだろうと思います。話長いというほどではありませんが、わけわかめです。甘やかすつもりでは一切やっていなかったと武藤さんはおっしゃいますが、結果的に南国が甘えちゃっているんであれば、それは今までの外務省の南国との接し方が間違っていたということになります。つまりは結果的に甘やかしていたということになります。そしてそうした結果責任を受け入れるというのが大人の仕事に対する態度です。もちろん本件において武藤元中間大使だけを責めるつもりはございませんが、近頃この外務省 OB になる人たちが BS テレビなどにも出て様々なご発言をされているのですが、皆同じく自分たちはちゃんとやった、責任はないと見事な責任逃れ。もちろん官僚の皆さんがその職にある時、その仕事において失敗したことを官僚を辞めた後も責任取れなどとは言いません。しかし言論の場において専門家として呼ばれた中で、自分たちが行ってきたことに対する自制反省というものがほとんど見えない。そうした外務省 OB の人たちを見ていると、外務省の体質というものがそういうものではないかなと、ありありと見ることができるのがテレビメディアです。このようにその人柄も含めて答え合わせができる、それがテレビメディアで、またテレビにねよく出るようになると途端に南国やら米国にお優しくなる人もいる。まあそうした人たちはオスデュープス、つまりは江崎道夫先生が言うところのおばかさんなのだとテレビは鮮明に映し出してくれております。そしてその近頃デュープスっぷりがクリアに映るのは 4K 放送のせいなのかなと首をかしげてしまう今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
然消滅期というものが出ながらに漏れ出したよと。赤が勝ち、ヤクザが撃って戦い、羽生くんすごい、宇野くんすごい、日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたからと。最後まで番組をご覧いただきました皆さん、突然ですがじゃんけんタイム、ミヤちゃんじゃんけん、じゃんけんぽい。私がチョキなのでグーを出した皆さんグッドです。きっと良いことがあるでしょう。私と同じチョキを出した皆さん、今日のオイラちゃんは絶好調、きっとあなたも絶好調。そしてパーを出した皆さん、パーはそのままに。ご一緒に本当のバイバイ。